どうもしんじです。今回のロックンシネマはゆうさくさんの企画第2弾ドラマ探偵物語の好きなエピソードを勝手にランキングしました。2023年1月現在東映オンデマンドで探偵物語って配信されてるんだけど、割とね1日 2,3 話ペースで見れば無料期間で余裕で見れちゃいますからね。まあ私は年末と正月の夜に一気見しちゃいましたが、まあがっつり見たのって本当中学か高校くらい以来だったと思うんで、記憶にない回も多々あったんで素直に楽しみましたね。まあ子供の時に分かんなかった大人目線、そして映画好きの人にはねちょこちょこ楽しめるところがあるんで、懐かしみつつご覧になってはいかがでしょうか。あと探偵物語って予告編が超ふざけてて、特に中盤あたり17話から21話くらいはねちょっとおふざけが過ぎてるっていう感じで、全く予告になってない感じで、まあ秀逸ですね。ちなみに第1話はね当たり前すぎて取り上げてないんだけど、探偵物語の基本となる回だし、まあ、後に奥さんになる増田美幸さんも出てますし、まあ、いろんな意味でマストですね。まあ、1話と2話は今 YouTube でも見れるんで、ちょっくら見てみてはいかがでしょうか。ではランキング参りましょう。10位は第22話ブルー殺人事件です。工藤は仮出所中である暴力団員の青井健二から妻ユキの浮気調査を依頼される。工藤はユキと男が密会している証拠写真を撮ることに成功し、すぐに青井に報告する。しかしその浮気相手は青井を逮捕した刑事である浜田刑事だった。すると依頼主だった青井は何者かに殺されてしまう。青井の殺された犯人を捜査することにした工藤だが、という展開です。まあ仁義なきシリーズなどでおなじみピラニア軍団のシガマサルさんがゲストでと思ったら、いつものように早々にフェードアウトしてちょっと残念なんですが、このエピソード普通にストーリー面白いです。まあおバカ全開のシーンもあったり、ちょっとエッチなシーンもあったりで、オーソドックスな探偵物語の感じを楽しむにはちょうどいいエピソードですね。まあ、ただちょっとねギミックが少なくって、唐突なラスト以外は探偵物語独特の変なとこがあまり見受けられないんだけど、お話としては面白いのでおすすめなのかな。9位は第7話裏町の女です。芦川という美容室経営者の女性から池田という男を調べてほしいと依頼される。池田の住所を入手した工藤は彼の自宅を訪れる。不在かと思いきや池田が突然工藤に襲いかかってくる。その場から無事に事務所に戻った工藤だが、翌日池田は何者かに殺害されていた。工藤は殺人容疑で逮捕され容疑者になってしまった。そして弁護士雅子が工藤のためにこの事件を捜査し真相を暴いていくのであったという展開です。この回工藤っていうより雅子ちゃん役の倍賞美津子さんがメインって言ってもいいくらい、途中から彼女が事件を追っていく展開になってます。結構キャラクターが入り乱れる展開になってて、複合的要素もありなかなか見応えのある回です。まあ、雅子ちゃんは一応弁護士っていう設定なんだけど、度胸の良さっていうか、その存在は工藤ちゃんにも警察にも一目置かれるくらい強烈な個性の持ち主で、まあ、さすがアントニオ猪木を手玉に取った女性っていう感じですよね。まあ、俺みたいなプロレスバカには倍賞さんって特別な女優だし、こういう切符が良くて当時の女性としてはかっこいいイメージを打ち出していたキャラクターって倍賞さんに合ってますよね。8位は第5話予期者で来たあいつです。田村という真面目な男が工藤の前に現れ、半年前から行方不明の妹を探してほしいと依頼してきた。工藤は田村の情報をもとに捜査し、妹は恋人の五郎が引き起こした交通事故の借金を返すため風俗で働いていることを突き止める。工藤は妹に接触し、兄が探していることを伝えるも今は会えないと言われてしまう。そんな依頼者である田村は何者かに追われ危険が迫っていたのであったという展開です。ゆうさくさんの弟分的存在水谷豊さんが出演する回ですね。
まあ、水谷さんってこの頃すでに大スターだったのに、そういう人がこうやって客演として登場するのって珍しいと思うんだけど、やっぱそこは優作さんとの絆を感じますね。妹役に原田美枝子さんが出ていて、青春の殺人者つながりになってるし、優作さんに憧れる若き日の黒谷雅人さんが出てたりと、なんかすごく出演者にファミリー感が出てるのは回ですね。途中優作さんと水谷さんのアドリブめいたようなシーンもちょこちょこ入っていて、まあファンとしてはなかなか楽しめる回じゃないでしょうか。7位は第19話、影を捨てた男です。ブティック勤務の井上京子という女性が3年前交通事故で死んだはずの恋人坂本を街で見かけたことで工藤に捜査を依頼する。目撃情報から一緒にいたという赤い車の女を見つけると工藤は尾行を開始。捜査を開始した途端事務所が何者かに襲撃される。工藤は誰かに監視されていた。最終的に工藤は女の居場所を突き止めるのだが、という展開です。このエピソード箇所箇所で演出が変です。いい意味で。まあそのヘンテコリン具合を楽しんでいるうちにいつの間にかストーリーに引き込まれるっていう仕掛けで、まあ、この辺は小池監督の手腕が光る部分ですね。全体的にはいつもの探偵物語のトーンを踏襲しつつ、ホドロフスキー的シュールな世界観とノワール風味が混ざり合った独特なエピソードで印象深い回です。最後に流れるアリスの遠くで汽笛を聞きながらが時代を感じさせつつ、歌詞の感じが端的にこのエピソードを語っているようで、まあいい選曲だと思います。6位は第6話、失踪者の影です。ある日玲子という女性がプロポーズをされたという恋人岡本の捜査依頼に工藤探偵事務所にやってくる。工藤は岡本の勤務先である大月へ向かうが、岡本は暴力団の殺人事件を目撃したことで犯人を脅して金を奪おうと画策していた。そのことで警察と組員が岡本を追っている情報をつかむ工藤。そのことを玲子に説明すると、その直後に玲子は暴力団によって拉致され工藤に取引を持ちかけられるのであった、という展開です。これ結構子供の時見て印象のあった話で、最後ね、えそうなっちゃうのっていう、なかなか切ないっていうか驚く展開で、でも改めてこうやって大人になって見てみると悲劇的な結末のように見えて、実はこれは悲劇ではないんじゃないかって思わせるような余韻の残す終わり方、好きですね。なんかもうテレビドラマとか全然見てないからわかんないんだけど、こんな思わせぶりな結末の描き方テレビドラマでやってたんだって思うと、やっぱ昔の人の方がある意味感性優れてたんじゃないでしょうか。コメディ風味たっぷりなのにハードボイルドなことをやってのけるっていう探偵物語っていうドラマの典型のような回ですね。5位は第15話、脅迫者です。元新聞記者の田畑は大物代議士汚職事件の証拠となるテープを入手する。田畑はそれを公表するために工藤に力を貸してほしいと頼むが、工藤は不審に思いこの仕事を断る。しかしその後何者かに田畑が連れ去られ誘拐されてしまい、田畑の愛人である玲子が工藤に救出依頼を求めるのであった、という展開です。このエピソードって話自体はそんなに面白いとは思わないんだけど、見せ方っていうか随所にヌーベルバーグっぽいシュールさみたいなカットが挿入されていて、映像的にちょっと見応えのある回だと思います。冒頭の角材が落ちてくる意味不明なものから誘拐犯グループのアジトの真っ赤な空間、何より田畑っていう男のシュールな行動がこのエピソードの異質感を表してるし、エンディングも含めて非常に映画的なショットが多く見られ、映画好きとしてはね見てて楽しいです。まあ監督も村川さんということでコメディ風味全開の遊戯シリーズ的な世界観になってますね。やっぱりそういう映画的な絵に松田優作っていう俳優が合うんだよなーっていうのが分かる回ですね。4位は第14話、復讐のメロディーです。工藤は秋子という女性から弁護士だった夫が犯したとされる
女性暴行殺害事件について再調査してほしいと依頼される。工藤は調査から現職刑事である西田が亜希子の夫を自殺に追い詰めたことが分かると、亜希子は復讐を誓うのであったという展開です。冒頭からロワールチックなショットで入る展開で、いつもの探偵物語のテイストを残しつつ結構シリアスめに描いたエピソードです。ハン・ブンジョクさんが復讐に燃える女性を演じてますが、まあ、ファム・ファタールっていうよりはもうちょっと積極的に事件に絡んでいってるんだけど、彼女の憂いを帯びた雰囲気がこのエピソード全体をリードしてる感もありますね。気持ち火曜サスペンス劇場みたいに感じるとこもあるけど、まあラストあたりの演出とか見るとやっぱノワールチックな雰囲気で描かれていて、いつもの探偵物語らしくないエピソードに仕上がってますね。まあでも犯人格の刑事、それを追う女、その刑事を探る工藤といつもより主要人物にスポットを当てた感じになっていて、見やすさもある回だと思います。3位は第20話逃亡者です。工藤の乗っていたベスパに小高明という男が衝突した。小高は宮崎ジムのプロボクサーで暴力団と関わっており、八百長試合を引き受けていた。だが負けるはずの試合に勝ってしまったことで組織に追われる身となっていた。そんな訳あり男が次の依頼者で、軽い接触事故をした負い目もあり引き受けることにした工藤。大野木茜という女性に金を届けてほしいと頼まれ、本人に渡すも茜から受け取りを拒否され、小高の居場所を聞かれてしまうのであったという展開です。まあ、ボクサーが八百長試合にもかかわらずうっかり勝ってしまって追われてしまうっていうパターンは、まあ、結構よくあるパターンだと思うんだけど、まあ、それをこのドラマのフォーマットにうまく落とし込んでいて、ストーリー的にも見応えのある回だと思います。まあ、工藤ちゃんはこの回はどちらかっていうと語り部的ポジションで、あくまで主人公は清水健太郎さん演じるボクサーと恋人とのお話がメインで、まあ、いつもよりコメディ要素が少ないんだけど、当時の日本のドラマの雰囲気を味わうにはいい作りだと思います。ボクシングトレーナー役を仁義なきシリーズや悪役などで当時よく出ていた大前仁さんが演じていて、怪物キャラだけではなく大前さんのコミカルでお人よしの感じが出ていていいんですよね。まあ、今ってこういう見た目からしてインパクトのある脇役俳優さんってほぼほぼ見なくなった気がするんだけど、まあ、そういうとこからもね、今の日本のドラマや映画の雰囲気が変わっちゃったなーっていうのを感じますね。2位は第2話サーフシティブルースです。資産家である内藤家の夫人から娘の理香の捜査依頼を受けた工藤、捜査した結果ソープ場になっていた理香の居場所を特定して夫人に報告する。理香に余命わずかな父親に会いに行くように言うが、彼女は覚醒剤に溺れ家には帰らず、そして内藤はという展開です。工藤に捜査を依頼する夫人役を中島豊さんが演じていて、まあ、この段階でかなりキーになる人なんだろうなっていうのは見え見えなんですが、結構展開に次ぐ展開でミステリー的要素を割と打ち出してる回で、普通に見応えあります。まあ、お金持ちのお嬢さんがいくら不良になったとはいえね、道の外し方がそりゃねえんじゃねえかっていう感じもしますが、まあね、割とドライな展開になるし、いつもより展開が早くて内容てんこ盛りっていう感じですね。キーとなる内藤夫人は一体どんなポジションに落ち着くのかっていうのを期待してみると面白いのかな。まあ、とにかく第1話のドタバタコメディから一転してクールな感じのお話で、まあ、どっちかっていうとこの回の方が村川監督っぽい仕上がりになってますよね。そして第1位は最終回ダウンタウンブルースです。工藤の女友達であるグミが結婚することになる。相手はケンという男で、結婚を機にケンの田舎へ帰ると聞き駅のホームで見送る工藤だが、一発の銃声が鳴りグミが撃たれる。しかし本当の狙いはケンの方だった。ケンは行方不明になり、自らクミを殺害した犯人を捜査し始める。ケンの勤め先から聞き込み調査を開始するとケンについて怪しい情報を耳にしたのだがという展開です。まあこの最終回に関しては途中から完全に探偵物語から
遊戯シリーズなどの優作さんの映画のトーンにガラッと変わりましたね。格好も当時撮影中であったであろう野獣シスベスみたいな感じですからね。まあ、これ子供の時再放送で見た時は意味わかんなくて、なんで工藤ちゃん急にそんな感じになるのってわけわかんなかったけど、中盤の昔仲間がいてのくだり、やっぱここすごいっすよね。まあ、今回改めて見てわかったんだけど、ここワンカットなんですよね。なんかここのくだりは仲間を大切にしていた優作さんの字が少し垣間見えるような感じで、ほんと胸にきますよね。まあ、そんな仲間内で一番早く行っちゃったって思うと辛いですね。まあ、松田優作を意識せず探偵物語を見ていた人にはえってショッキングなんだろうけど、松田優作のファン的にはね、まあ、ある意味待ってましたっていう感じのトーンだったかもしれないですね。まあ、太陽にほえろオマージュみたいな感じもあるし、この時点での松田優作という俳優の総集編的なものが出てるのがこの最終回なんじゃないでしょうか。ということで今回は探偵物語のランキングをしてみました。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。では今回はこの辺で、さよなら。